ボンジョールのポッドキャストの皆さん、お元気ですか？アメリカ、メキシコ、イタリアなど、海外生活約11年の愛です。このポッドキャストでは、長期海外在住前に知っておくべきことと、その準備方法をお伝えします。新しいことにチャレンジしたいけど踏み出せない方、子供に海外で活躍してほしい親御さん、これから海外で頑張りたい、若者に向けてのんびり配信していきますので、楽しんで聞いて、興味があれば実践してくれたら嬉しいです。聞いている間に質問が出てきた場合、またリクエストがあればご連絡ください。行ってみたい国を理解しよう。私の死ぬまでにしたいことリストの一つのアジアに行くことを例に調査してみます。すでに行きたい国が決まっているのであれば問題ないのですが、私の場合、7カ国ぐらいに行くことを考えているので、まずは情報を Excel にまとめてみます。長期滞在場所を決めるために、まずは観光ビザで滞在できる日数を滞在してみるのはどうでしょうか。国によっては移民法が違うので、一つずつ確認しましょう。例として、タイ、カンボジア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、マレーシアを取り上げます。調査項目は何が必要ですか？とりあえず私は全体像を確認したいので、ビザの種類、申請要件、到着事前要件、旅行保険を確認します。まずは公式な政府の情報を見る前に、ウェブサイトでまとめられたブログを参照します。今回はタイ、カンボジア、ベトナムを見ていきますので、よろしくお願いします。まずは Excel の一番上に行きたい国、タイ、カンボジア、ベトナム。ビザの種類、ビザの申請要件、到着事前要件。で、こちらに、旅行保険。で、関連情報のウェブサイトのリンクというふうに項目をつけます。タイに関しては30日以内ならビザは必要なくて、30日から60日であると E ビザを発行する必要があります。こちらを見てみましょう。タイの公式ウェブサイトなんですけれども、この下に行くと、どんな、トゥーリストビザ、観光ビザが必要なのかというのを自分で確認することができます。私は日本人なので、ジャパン。イタリアに居住しているので、イタリア。30日の予定なので、チェックをします。こちらのように30日以内なら、ビザが必要ないとあります。ここで31日に変えてみましょう。ここで、観光ビザが必要になるというふうに書いてあります。しかし私の場合は、E ビザを発行できないみたいなので、領事館、もしくは、大使館に行く必要があります。日本にいらっしゃる方なら、ここで、30日。同じような情報になりますね。31日だと、こちらも同じく日本での、領事館とか大使館に行く必要があるみたいです。さて、次に、カンボジアを見た、カンボジアじゃないな。事前要件はチケットを購入すること。事前要件、申請要件。で、事前要件はグリーンパス。ワクチンを打っている人はその証明を英語ですること。旅行保険に関しては必要はないというふうに書いてありました。さて、次、カンボジアを見てみましょう。カンボジアはリンクで伝えた方がいいので、こちらの方をご参照ください。入国前に確認すべき情報。2022年3月17日、よりカンボジアのさ、ビザは陰性証明の運用が変更となりました。アライバルビザの運用を再開しているそうです。状況に関しては、在日本カンボジア大使館に確認するのがいいみたいです。
陰性証明書。72時間以内の PCR の陰性証明書は提出義務が撤廃されました。ワクチンの接種済みであることを確認する、証明する書類を提示することにより、入国後の管理は不要となります。こちらの方。ワクチン接種済みであることを証明する書類についての詳しいことがあります。英語または不明瑠語で表記されている。紙媒体でなければならない。カンボジアまたは外国の、政府機関が発行したものである。接種したワクチンの種類と接種日が記載されていることなどです。ちなみにワクチン未接種の場合の情報もありますので、こちらご参照ください。ビザに関しては、アライバルビザもあるんですけども、オンライン上でも申請することが可能です。で、こちら、観光ビザ。単一エントリーのみ。30ドルとプラス手数料の6ドル。3ヶ月の有効期間で滞在日数が30日。処理時間3営業日。要件が入国時のパスポート。有効期限が6ヶ月以上。最近のパスポートサイズの写真。JPEG または PNG 形式。有効なクレジットカード。というのがあります。こちらのウェブサイトは、英語、フランス語、日本語、韓国語、中国語、スペイン語、ドイツ語というふうに選べます。先ほど説明したタイに関しては英語になりますので、英語が不得意な方は、不得意な方でもあまり難しい英語が書いてあるわけではないので確認されることをお勧めします。ここに書いてある最近のパスポートサイズの写真なんですけれども、パスポートサイズフォトメーカーという携帯のアプリケーションで、自分の写真をパスポートのサイズに切り取ることが可能です。それの動画に関しては別で、撮っていますので、概要欄からリンクを確認してください。実際にやってみると私の文はこんな感じになります。さて、さっきのリンクの方に、カンボジアのプランをしていこうと、計画をしていこうということで、いろんな情報があります。センディープに旅行する方法として、空港、ヘリコプター、バス、タクシー。センディープの中でもバス、リモーク、モト、ゾウ、自転車。で、どこで滞在できるかとか、何ができるかみたいな情報があります。こちらでは、セムリープをアプリで見れるトラボーナーっていうのもあるみたい。詳しいことは割愛しますから、概要欄のリンク見てください。アンコールパスというものがあるみたいで、ここでしか、チケットを正式なチケットを購入することができないみたいなので、購入の場合は、まずはこのウェブサイトの会員になって、その後は、チケットの種類を選び、2日、5日、10日によって金額が変わります。2日は37ドル。で、日程をピックアップして、例えば9月8日だとすると、ちょっとよくわからないですけど、このあと確認することをお勧めします。で、そうですね。ここはもうお話ししたね。で、ベトナムなんですけど、ベトナムに関しては、入国日から15日間の滞在に関しては、日本国籍はビザが免除されるということです。で、15日以上いたい場合は、エレクトロニックビザ、e ビザというものがあるみたいなので、そこで、申請することが可能です。そうすると、30日再考を入れることができて、金額は25ドル。3営業日で、できる。
ここで2フォトソプリカ、あ、オッケー。4×6 センチの写真が必要になってくるみたいです。詳しいことは、ウェブサイトに記載されておりますので、そちらの方をちょっとご参照ください。ビザを申請するときには、フライトチケットは必要ないですけど、持っていた方がいいというふうに思います。グリーンパス。最近の情報を見る限り、5月15日よりベトナムに入ることが、まあ、公開されました。隔離も必要がない。で、テスト、事前のテストに関しても、現在のところ一時停止。ビザと、あとは、旅行保険のみで、入国可能っていう感じになっています。ビザフリーに関しては、この国の方々は14日、15日、21日、30日と変わるみたいで。で、そうですね。先ほど言ったように、5月15日よりは事前の、COVID テストがいらない。隔離いらない。10日間はセルフモニタリングをしてください。E ビザのアプリケーションの仕方。また、あれですね。ウェブサイト等も、出ているので、こちらの方から自分で申請をお願いします。こんな感じです。英語とベトナム語かな？の2カ国語あるみたいです。旅行保険に関しては、こちらの方に書いてあるように、COVID-19 の、保険が、COVID-19 の、サポートの入っている、旅行保険を選ぶようにしてください。ミニマムカバレッジが 10K USD になっているみたいなので、こちらの方を確認してください。こんな感じですかね。でですね、今回は、タイ、カンボジア、ベトナムを見てみましたが、次回はフィリピン、インドネシア、マレーシアを取り上げていきたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。一緒に人生を楽しみましょう。